きに目覚める。あ、やっぱりその28歳の時に東京の吉祥寺の井の川津公園の、はい、今は亡きモカっていう、もう伝説のコーヒー屋さんがあったんですけれど、やはりそこのコーヒーを飲んで衝撃を受けまして、どう言ったらいいんですかね、飲んだ時にね、その液体がやっぱり生きてるように、そのエネルギーが全身をかき巡って、もう感動で涙出ましてね、やっぱりコーヒーってなんでこんな素晴らしいもんやって、もうそこでやっぱりそのモカさんに何度か通って、できたらこういう仕事をしたいなという思いが芽生えましてね。でも当時は私大阪でしたんで、まあ、修行とかそういう住み込みはできなかったんで、まあ、何度か通ってコーヒーの情報をそれから真剣に集め、また学び出して、そしたらやっぱり自家焙煎せなあかんなっていう結論に至って、生の豆を仕入れるときに何かその基準となるようなものですとか。当時はね、はい、スペシャリティコーヒーっていうのがなくて、はい、ブラジルやったらサントス18、スクリーン18、はい、あ、なるほど。もうコロンビアやったらスブレモ、ガテマラやったら SHB、 そのような等級で一番最高級なものしか仕入れない。仕入れない、自家焙煎にこだわる理由、例えばインターネット上では自家焙煎というのはすごく難しいと、ムラが出やすいとか、はい、だから、まあ、始めるんだったら温風ですか、熱風ですか、ああいうのがいいとかいうのもちょっと見聞きしたりするんですけど、はい、そのあたり、その火にこだわる理由っていうのは何かありますか。だからやっぱりね、自家焙煎28歳で実際焙煎機を入れて本格的にやりだしたのは31歳実際、フライパンから始まってね、あと電子レンジでも行ったことありますし、ガルビーっていう、確かガルビーっていうメーカーだったと思うんですけど、あの電気式の熱風式焙煎機、3万5千円ぐらいで売ってた、何個か小さい焙煎機でいろいろやったんですけど、どれも使い物にならなくて、あの商売としてはまあ無理やなと思って、であとあのやっぱり一番問題点は、焙煎におけるあの細やかな入り止めのタイミング、あの浅入り、はい、中入り、中深入り、中深入りがちょっとやや深入りとか、その細かい入り止めのタイミングはやっぱりそれらの焙煎機では無理だっていうのが分かって、結局最終的にはやっぱり最低3キロの焙煎機でちゃんと細工の、まあ、あの集塵機というんですけれど、茶譜を取る、コーヒーの皮を集めて落とす機械と、それとあと煙突、煙突をやっぱり3階建てくる3階ぐらいまで伸ばせる、それの焙煎機でないと満足いく自分の追い求めでコーヒーができないと思って、思い切って当時150万ぐらいですかね、一生懸命お金貯めて買いまして、そっからです。
今ブレンドコーヒーをたくさん何種類も6種類です、ね、種類合わせる量とか、銘柄とかは固定なんですか、それとも固定ですね。まあ、ブレンドって言ってもやっぱり大体ベースの味が決まってるんで、まあ、ブラジル、コロンビア、ガテマラ、モカ、マンデリン、もうこの5種類 の、 違った個性の、豆をベースに、それにちょっと風味とか香りとかをちょっとつけて味に奥行きと複雑さを出しているという感じですね。あとアメリカンブレンドは2度50度洗いの米を研ぐようにし、50度の温度で洗って、それでアクを取って干して、そしたら軽いコーヒーになるんですけど、そういう、まあそれ入れて6種類のブレンドをメインに。You go.